記者会見は予定通り始めますのでもうしばらくお待ちくださいおはーああれあーそれは私が電話で無理言って頼んだんです最初は断られたんだけどさ店長さんにどうしてもお願いしますって甘根鈴葉です18ブラウン缶が好きだから <laughs> ありがとう店長さんところでさ 君は誰君を狙ってるその機関ってのが何なのかは分かんないけど、もし困ってんなら私に相談して。岡部林太郎。そういうの慣れてるからさ。場合によっては手段を選ばず痛めつけてやることも可能だし。創作そういうのが流行ってんだ。勉強になったよ。君たちって何してる人未来イカジェット研究所。 って言うんだよね。ポストにそう書いてあった。へえ<ー>。その闇の機関って、セルンおお、やっぱそうなのあいつら、抱きすべき連中だよね。ん？ハッキング中なの今ああ、えっ、ー、と、それは。あいやあはは実は昼間、話し声を聞いちゃってさ。ここに立つと窓から聞こえてくるわけ。あいやああははあたし、<laughs> 私 昨日からここで働き出したんだけど、これが予想以上に暇でさ。今日だけで4、5回は外に出たね。客来ないかなーって店の前で策敵しちゃったね。そん時に2階から君たちの話し声が聞こえちゃったわけよ。気になってついネットで調べちゃった。セルンの黒い噂についてもバッチリ知ってるよ。ああ、うんうん。わかった。 これでも口は固いから任せといて。たとえ今、君のテレビの修理が終わって出てったよ。つうわけで、直ったテレビはこれね。お代は千円でいいってさ。毎度あり。んじゃあ、持ってっていいよ。え違うの持ってきた時も一人だったんでしょ手伝ってもいいけど。そっか。もう力仕事も女がやる時代か。おお今の男らしいじゃん。あたし惚れちゃうかも。え なんで嘘って思うのな、能力あのさ、君みたいな能力者って、他にもあまたにいるわけそ、そっか、あまたにはいないのか。びっくりした。でもいるって時点ですごいな。やっぱ、セルンのせいで退化したのかな。でもさ、 戦闘になれば相手の嘘を見抜く力なんて意味なくないやっぱ、1000メートル級の長距離狙撃を命中させられるとか、いかに効率よく相手の関節決められるかとかの方が重要だと思うな。いや、誰にも雇われてないし。ていうか、ゴルゴって何なんか渋い顔してるね。死亡通知でも来ただ、たとえだってば、えっと、 嫌な知らせでもあったのかって聞きたかったわけ。IBN5100? あうん。そ、そうそう、都市伝説でした。君はどの程度まで知ってんのそっか。そりゃそうだよね。え、いや、知ってるような、知ってないようなって感じかな。私は知らないけど、遠い知り合いが知ってて、 それをチラッと聞いたことがあるみたいな。IBN5100 についてのさ、興味深い情報、教えてあげようと思ったのにな。そんな目で見られたら、教える気なくなっちゃった。うわぁ、そこまで言う確かに私、挙動不審だけどね。じゃあさ、教えないけど、ヒントだけあげるよ。そんで。 わかりそうでわからないもどかしさに身もだいちえ。実は、IBN5100 には隠された機能があるんだよ。嘘なんで知ってんのなんでなんでなにそれ反則く <laughs> <laughs> とにかく、IBN5100 には隠された機能があるの !APL やベーシックが普及する前に書かれた IBN の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない今や IBN5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。だから IBN5100 ってすっごくレアな PC なの。APL や BASIC が普及する前に書かれた IBN の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない今や IBN5100 でしか解読できない、失われたプログラミング言語があったりするんだよ。はーい。岡部林太郎。自転車ってほんと楽しいよね。私自転車乗るのって、この町に来てからが初めてでさ。そう。バイクはよく乗ってたんだけどね。うん、そう。ええー、これから開店準備しなきゃいけないんだよね。ないね。まったく。店の前をチョロチョロっと吐き掃除するぐらい。 中は掃除しようとすると店長が怒るし。これが完璧な配置なんだよって。今すぐじゃないとダメな感じ <laughs> じゃあどうぞ。ただし、手短に頼むよ。不明。知ってるのは私の知り合いだってば。無理。会いたくても会えないからさ、死んだから。何年も前に。いいのいいの。いいのまあ、そんなわけで、私の持ってる情報、そんなに大したことないわけ。 むしろ私の方が教えてもらいたいぐらいだよ。ああ、店長。ごめん。ちょっと朝から立て込んでてさ。何を店長、今の取り消して。私はガキじゃない。一人前の戦士だよ。っていうか、私はもう戦士なんだってば。ラグナロック何それ。そんなの起きる予定があるのあるならぜひ参加するけど、聞いたことないな。ああ。 岡部林太郎ってば勇ましいじゃん。どうせ失敗するだろうけど、その心意気は好きだよ。私の仲間も、君ぐらい気概があればよかったんだけどな。はーい。じゃあね、岡部林太郎。あれ岡部林太郎じゃん。何運んでんのんで、何なのそれ。うんそすごい手に入れたんだ。やるね、岡部林太郎。どこどこにあったね どこにあったの柳林神社神社って、神の社なんだってそんなところに、あ、マキセ・クリスちチ <laughs> ーッなんか朝から愉快そうなことしてるふーん。そっか。いいけど、そうじゃなくてさ、店長がすっごくイライラしてるわけ。2階からの振動がすごくってさ、埃が落ちてくるだけじゃなくて、実際に揺れるんだよね。 爆撃されたみたいに。あいつら一体何してんだ家賃上げてやるぞ、こらってぼやいてた。謝りに行った方がいいかも。そういや、マキセ・クリスって来てんのうーん。うん、うん。昨日が初見。支援だよ。まあね。直接はないかな。うん。別にいいって。もうしつこい岡部林太郎さ、あたしのことより店長に謝りに行かなくていいのういー。 見ればわかんじゃん自転車磨いてんだよバイトだよだからここにいいんだしミスター・ブラウン誰ああミースター・ブラウンってそういう意味か <laughs> 店長は出張サービス中しばらく帰還しないんじゃないかなほんとじゃなきゃあたしここでサボってないよあなえ サボってることは店長には内緒ね。ちょっとまたぐらぐら揺れたぞしかもなんか光ってたし一体何をやらかしてんのそこの岡部林太郎さ洗脳されたような顔してるよ。大丈夫ここには他に誰もいないじゃん。それは、どっちに対するそうだな洗脳されたこと他に誰もいないことされたの動かないで。大丈夫。 洗脳されてない。洗脳されてる時ってさ、下まぶたの中によくチップが仕込まれてることがあるんだよね。岡部林太郎、今のは機密扱いでお願い。ん機関セルンのことだっけえそ、そうはは。苗 <laughs> は岡部林太郎が怖いみたいだね。洗脳ってのは、今みたいなことを言うんだよ。 なえ。子供相手に怒鳴っちゃダメだよ。怯えてるじゃん。はぁ、あ、ごめん盗み聞きするつもりはなかったけど、どうしても聞こえちゃうからさ。ああ。うん。聞いちゃった。やるね、この。うん。喋ってないよ。あたしって結構口は硬いからさ。放電昨日みたいなぐらぐら揺れるやつさっき一回やったよね。 店長いないから助かったね。なんかあったのそれって、どういう意味かな信じらんない。そんなの、聞いたことないよ。ねえ、本当？本当のこと言ってるああ、もう、そういうことじゃなくて。君の言うことが、本当なのかどうか、わかんないけどさ。こういう時は、ジョン・タイターに聞いてみればいいよ。ほら、今さ、話題になってるらしいじゃん。 過去へ遡ってきたタイムトラベラー。なんか知ってっかもよ。同じタイムトラベラー同士ってことで。さあ、誰だろう。未来人と交信してたりして。あはは。あたし役に立ったそんならよか。うーわ、やっぱ店。店長聞かん店長聞かんなえもし店長に聞かれたらさ、あたしはちゃんと店番してたって言ってよ。乗せる乗せる。んじゃ、頑張って、岡部林太郎。 私応援してっからさ。ごめんなさーい。チース。おー、シーナマユリ、ってるー。岡部林太郎。タイターはなんてやる気ないなー聞いたんでしょどの辺がおーす。なんでそんなふにゃふにゃしてんのうーん。知らなかったなー絶好のサイクリング日和だね。あのさ、ちょっとサイクリングしないその昔。 アリストテレスが言いました。時間は運動の数であるってね。だから運動した方がいいよ。私さ、東京に来たのは、10日前が初めてなんだよね。父さんを捜索するため。<laughs> もう何年も会ってなくて、この街にいるのは分かってるんだけどさ。当てがないっていうのが正直なとこ。うんうん。そんな予算はないな。それに、いろいろ事情があるんだよ。たださ、 一回だけチャンスはあるんだ。そのチャンスが、明日なの。明日。ある場所に現れるかもしれなくて。そのチャンスを逃したら、私も、この街を離れなきゃいけない。行かなきゃいけないところがあるからさ。私も多忙なわけよ。もともと、明日会えなかったら諦めるつもりだったし。あはぁ、あ。実験台ってどうするの君ってさ、 いいやつだね。なんか、ちょっとだけ、楽になったかも。ごめん。無理なんだ。父さんの携帯の番号もメールアドも、知らないから。まあ、だからこそ明日にかけてるわけでさ。心配してくれてサンキュー。でもすごいね。メールを過去に送れるなんて、人類初のタイムマシンじゃん。アップグレードの予定はそのタイムマシンのアップグレード。例えば、 人そのものを遅れちゃうようになるとか。だったらさ、作る前に一つ忠告。マキセ・クリスは、仲間から外した方がいい。<laughs> さてた、そろそろ工房に戻らなくちゃ。30分休憩をもらっただけだからさ。そろそろ帰んないと、怒られちゃうよ。なんで <laughs> さすがマッドサイエンティスト。悪逆非道だね。もし父さんと会えたなら行くよ。その時はみんなで、 祝法あげてよね。君ってさ、いいやつだね。いいだねなんか、ちょっとだけ、楽になったかも。うーっす。だって、客来ないし。それに、昨日は夜中まで上で騒いでたからさ。すっごく眠たいんだよね。岡部凛太郎さ、昨日お酒飲んでたっけ酔っ払いだな。未成年なのにダメなんだぞ。<laughs> そうそう。 昨日も君、そんなこと言ってた。昨日は私のために。サンキュー。まさか、本当に昨日お酒飲んでたえーと、私がタイムマシンオフ会から帰ろうとしたら。うん、そうだって昨日説明したじゃん。いきなり、君と橋田いたるそれに椎名真由里が現れて、私はラボに連行されました。めでたしめでたし。昨日は楽しかったな。マキセ・クリスさえいなければ、もっと楽しめたけどさ。 あいつの作ったアップルパイ、殺人的なまずさだったし。でも、漆原ル,ルカのカレーは極上だった。君たちのラボ、えっと、サークルみたいなものだっけああいう場所ってさ、なんかいいね。みんな仲が良くて、いつも楽しそうで。あんなに心地いい時間は、生まれて初めてだったよ。でもさ、この前も言ったけど、 私父さんのメールアドレス知らないんだってばラボメンいいのしょうがないからさ実験台になってあげるようんもうちょっとだけ頑張って父さんを捜索してみる私の父さんはタイターって名乗っている知ってんのもしかしたら今は違うコードネームを使ってるかもしれないんだけどジョンじゃないんだよ 私の父さんが使っていた名前は、バレル・タイターって言うんだ。おーっす、岡部林太郎。ねえ、昨日もシーナ・マユリは止まったのってことは、マキセ・クリスもそっか。どうだってああ。うん。まあね。創作は継続中。岡部林太郎って、私と同い年なのに、すごく年上って感じだな。 なんか、ぐいぐい引っ張ってく力があるよね。でもさ、これだけは忠告しとくけど、マキセクリスには、留意して。違う。これは事実。私はそれを存知している。あの女の頭脳は危険すぎ。それに、結局あいつ、実験のことしか考えてないんだ。君たちは利用されてるだけだよ。いいよく聞いて。あの女は、 セルンに通じてる。タイムマシン開発の功績も、あの女のものになった。だからさ、気を許しちゃダメ。収まったどうしたの色仕掛けだね。触ってみ。それぐらいできなきゃ、戦士失格だし。それにさ、父さんのこと一緒に探すって言ってくれたでしょだから私も、できるだけ君に協力したい。大きいドきキー。店長、活目せよやー 岡部林太郎今だやめといた方がいいんじゃないかな。マキセ・クリスを信じると、痛い目に遭うよ。直接は何も。でも私、君のしたこと、全部知ってんだよね。でしょうね。でも私、知ってるんだから。君の本質ってのをさ、装置なんてないよ。強いて言うなら、 予言。事実だってば、岡部林太郎には忠告したよね。マキ瀬クリスには気をつけてって。爆破テロ予告岡部林太郎、一つ聞かせて。タイムリープマシンは、完成してるんだよね。そっか。私、用事思い出したから、ちょっと出かけてくる。<laughs> 42、テレビ、点灯済み。それはこっちのセリフやめといた方がいいんじゃないかな。マキ瀬クリスを信じると、 痛い目に遭うよ。直接は何も。でも私、君のしたこと全部知ってんだよね。だろうね。でも私、知ってんだから。君の本質ってのをさ、装置なんてないよ。強いて言うなら、予言。事実だってば。爆破テロ予告岡部林太郎。一つ聞かせて。タイムリープマシーンは、完成してるんだよね。聞いてるそっか。私、 用事思い出したからちょっと出かけてくる <laughs> 42テレビ点灯済みそれはこっちのセリフあれ岡部凛太郎そこで何してんのあ分かっちゃった今日宴会やるらしいからその準備でしょシーナゆりリぜひ来てねって言ってたよつーわけで私もお邪魔することにあもしかして私、邪魔だったまあ 私もラボ面にしてもらったとはいえ、所詮は部外者だしね。中止なのちょっとどうしたのよあごめん。きっと私のせいだ。私が甘えてたせいで。だから今度こそ。私行くよ。それじゃ。岡部。凛太郎。<laughs> 動かない。動かないよ。私が、ジョン・タイターだよ。そのまんまの意味だよ。アットチャンネルに書き込んでたジョン・タイターはさ、私なの。まんまと騙されたカムフラージュの意味もあるんだよね。セルン。そう。一部を除いて、ほとんどが事実。本当は、正体明かさないままで言おうと思ったんだけどさ。よりによって、 マシンが故障してるなんて。完全にあたしの失策だ。絞る絵車だっけそれ、どこからの情報 ?2000 年それ、もしかすると、別の世界線の私かもね。少なくとも私は2000年には行ってない。2036年から、まっすぐここに来た。私のせいかと思って。私が、 ここでのんびりしてたせいで、セルンの好きにさせちゃったんだ。ねえ、ほんとなのシーナマユリが、あと数時間後にセルンに殺されるって、ほんとタイムリープ。君たちのタイムマシーン、完成したんだ。<laughs> 全部、話すよ。私のこと。話さなくちゃいけないと思う。 君と、マキセ・クリスには。ごめんね。シーナ・マユリと、橋田・イタルにも聞いてもらいたい。二人にも、関係ある話だと思うし。2017年って言っても、タイターとして書き込んだ内容が、ほとんどすべて。私は、2036年の未来から来た。その時代は、セルンによって支配されたディストピアで。 争いは完全に消えたけど、人々は自由を奪われてる。私はさ、セルンの支配からの解放のために戦うレジスタンスなの。この時代にタイムトラベルしてきたのは、そんな今を、君たちからしたら未来になるのか。未来を変えるため。<laughs> セルンは2036年でも 研究機関だよ。世界を支配してるのは、セルンのバックにいる300人委員会ってやつら。セルンがタイムマシーン開発に成功したことで、彼らは、時間っていう4つ目の次元に干渉できる唯一の存在になった。その結果、たった2年で、世界の秩序は全て塗り替えられたってわけ。そんでもって、マキセクリス、2036年において、 君は、タイムマシンの母として数形されている。数形。あがめ、敬まわれているってこと。2010年にタイムリープの概念を史上初めて発見し、その後もセルンのタイムマシン開発に貢献した人物。それが、私の聞かされた、マキセ・クリスっていう人間よ。岡部凛太郎は、テロリスト扱いされてる。 結構有名。でも、未来ではそうなってた。会ったことは一度もないよ。それに、2036年にはもうし、亡くなってたし、私の時代では、極端に長生きの人と、不審な亡くなり方をする若い人の2種類がいた。セルンに逆らうような言動をする人は、どんどん消されていった。もしかしたら、君もセルンに利用されたのかもしんないね。 例えば、両親を人質に取られて、無理やり研究させられたとか。名目上は、セルンとは独立した技術調査班って位置づけだけどさ。実態は汚れ役もこなす、なんでもや。やっぱり、この時代にもすでに存在してるんだね。私はずっと、ラウンダーの連中と戦ってたんだ。私の時代では、そういうこともしてた。 今はまだ、そこまでしてないんじゃないかな。そうだよ。あれはフェイク情報。セルンに目をつけられないためのカムフラージュ。本当の中に嘘を一つ混ぜると、途端に全体が嘘臭く,く見えるんだ。してるよ。2036年ではさ、世界の構造は解明されてるんだ。多世界解釈じゃなかった。そう。岡部林太郎には、 メールで直接教えたよね世界は世界線とアトラクタフィールドでできてる世界の構造はより糸みたいなものなのいくつもの可能性世界線が重ね合わせの状態になってて常に無限個に枝分かれしてってるわけ全体を見ると一本に見えるけどミクロなレベルだとより細い糸が絡み合うように世界を構成してるそして 最終的には、それらの細い糸は、一つに収束する。経過は違うけど、結果は同じになる。近いかもね。でも、もうちょっとアバウト。多世界解釈と、コペンハーゲン解釈のいいとこ取りって感じ。そういうこと。で、その収束範囲内にある世界線の束が、アトラクタフィールド。アトラクタフィールドもたくさんある。このより糸は、 アトラクタフィールドアルファ範囲内にあるのはアルファ世界線青がアトラクタフィールドベータで黄色がガンマで白がデルタとしてそれぞれベータ世界線やガンマ世界線やデルタ世界線を範囲内にたくさん内包してるそれこそ何億っていう数をねアトラクタフィールドもこんな風に いくつも重ね合わせ状態になってる。それぞれのアトラクタフィールドごとでは、起きる事象も収束する結果も違う。干渉性は喪失してるわけ。それぞれが独立を保ってる。元をたどれば一つだし、アトラクタフィールドもさらにマクロな視点で見れば収束するけど、そのスパンは何百年っていうレベルなんだ。より大きな分岐と見ればいいかな。今、 私たちがいるアトラクタフィールドアルファの範囲外に出るの。つまり、アトラクタフィールドベータにあるベータ世界線に飛び移るってこと。アトラクタフィールド同士が完全に分岐しちゃったらね。でも、まさに分岐しようとしている瞬間なら、ダイバージェンスが大きく変わる分岐点は2010年にあるって私は教わった。2000年や1991年並みの ものすごい大分岐が起きて、アトラクタフィールドレベルで枝分かれするって。どっちも世界規模の大きな事件があったじゃん。2000年は2000年問題の年だよ。それは今私たちがいるこのアルファ世界線が2000年問題が起きなかった可能性世界だから。そして2010年今年最大の事件は人類史上初のタイムマシン開発成功以外に何があるっての 違うよあくまで可能性世界線が同時に存在しているだけ普通ならねでもそういうネーミングなの岡部凛太郎には世界線を越えて観測ができるっていう特殊な力があるそうよねそれが鍵になる君の特殊な力が世界をセルンの支配っていう呪縛から解き放つ鍵今の君は。 神に匹敵する存在なんだよ。アトラクタフィールドアルファの範囲外、ベータ世界線へ到達すれば、収束する結果も変わる。な、なに妄想なんか混じってないよ。父さんの遺書に、そうあった。私がタイムトラベルを決意したのは、父さんの遺書を読んだから、父さんは、私が所属してるレジスタンスの設立メンバーの一人で、 セルンとは別にタイムマシンの研究をしてたの。未来を変えるための研究をね。でも、父さんも、セルンに殺されて。だから、私は父さんの意志を継いで、ここにいる。2010年の秋葉原、ここでタイムマシンが作られたことで、セルンのタイムマシン開発が加速した。それを阻止する方向に歴史を導くことが必要なんだよ。原因は、 君たちが一番最初にタイムマシンを使った時のメールデータだと思う。父さんはそう予測してた。その時空を超えたメールもきっと捉えられてる。セルンはエシュロンのネットワークを利用して世界規模でタイムマシンについての情報を収集してるの。セルンはさ、自分たち以外のタイムトラベル研究についてエシュロンで常にアンテナを張って監視してるんだよ。だから、 捉えられた最初のメールデータを、セルンのコンピューターから消去しなきゃ。そうすれば、セルンは君たちには気づかない。タイムマシンが2034年に完成することもなくなる。それどころか、タイムマシンの研究そのものが頓挫するかも。IBN5100。あの中に、きっとエシュロンから集めたデータが蓄積されてる。私の役割はさ、君たちに、 IBN5100 を託すことなんだよ。1975年に行って、手に入れる。そうしたいのは山々なんだけど、無理。私は父さんが作ったものに乗ってきただけだから。仕組みそのものはマニュアルを完璧に暗記してるけど。うん、うん。きっと、この前の深夜に降った雨だよ。マシンの中、水浸しになってたから。 密閉されてるはずなのにあれは激突したんじゃないよ座標計算にわずかな誤差があったせいであそこに出現しちゃっただけあのマシンって結構不安定なんだよねタイターって私のことなんでいきなり呼び方変わんのそうだけどさそういえば私もバイト選手とかって妙な呼ばれ方しかされてなかったごめん父さんのことは どうでもいいでしょシーナ・マユリ。君って、いい子だね。その通りだよ。この町に来れば、会えると思ったの。父さんはさ、2010年に秋葉原にいたことは分かってるんだ。いるよ失礼だな。この時代なら、きっとまだ若くてかっこいいね。うん。そう。うんうん。 多分、日本人。バレルタイターは、レジスタンス時代のコードネーム。だから、今の2010年の時点だと、まだそう名乗ってないと思う。父さんの本名はさ、私、知らないんだ。実の娘なのにね、教えてくれなかったし、聞かせてもらう前に、死んじゃったから。母さんのせいだよ。手がかり。あ、 そういえば、これ、父さんの形見なんだよね。父さんは秋葉原周辺にいたらしいからさ、海外のサイトは抜きにして考えていいと思う。みんな、サンキュー。でも、私は、あくまで1975年へ行くことを優先したい。それが父さんの意思だったからさ。てなわけで、タイムマシン修理の目処が立ったら、父さんを探すのは諦めるってことで。 どうかなそんだけ探して見つかんないならさ。つまり、会える運命になかったってことだと思うし。マニアなショップって治りそう二日後がさ、リング得意点を作るのに一番いい気象条件なんだよ。それを逃すと、あと一年は次のチャンスがないわけ。なんか、悪いね。こんなことしてる場合じゃないのにさ。うん。岡部林太郎に見てほしいものがあってさ。 起こしてもらったの。ダイバージェンスメーター。今、私たちがいるこの世界線がどこなのかを数値で表すことができるんだよ。私がもともといた2036年の世界線を0%とした数値だから、あくまで相対的なものなんだけどさ。うんうん。2036年から持ってきた。私もわかんない。これ作ったの。誰か知ってる君だよ。岡部林太郎。君が作った。 えっと、確か、今から11年後ぐらいに。君の持ってる特殊な力を応用させたらしいよ。違う違う。多分ここに表示されてる数値が変化しても、それに気づけるのは岡部凛太郎だけ。これの仕組みは、作った本人しか知らない。だから知りたかったら、11年待つしかないかな。そうすれば、 自分で答えを見つけられるはずだから。一度もないよ。メーターの数値が1%を超えたとき、君は、ベータ世界線にたどり着いたことになる。そう。1%を突破さえできたら、シーナ・マユリは、助けられるっていうこと。これは君にあげる。どうせ私が持ってても意味ないしね。有意義に使ってよ。岡部林太郎。それよりさ、 さっきの英語何なんかバカっぽかったそうクールってこの時代だとああいう英語が標準なのそうなんだじゃあ岡部林太郎オリジナルか私の生まれた時代にはさ海外旅行なんてなかったからよくわかんないんだよねそう旅行なんて娯楽はなかったな渡航許可はめったに下りなかったしだから 外国人を見たのはこの時代に来てからやっぱさ父さんとは会えない運命なんだってこんだけ探してもないんだからもう無理無理全然無理だねな何怒ってんのどどなんないでよ悪かったよでも君さ言い方が上から目線すぎると思うようん <laughs> コードネーム、ジョンは一番ありがちだからだよ。そういえばそうだね。でもさ、誘拐事件ってのはさすがに言い過ぎじゃん。そっか。マキセ・クリスが栗ご飯とカメハメハだったんだね。ジョン・タイターである私に、いつも突っかかってきてたよね。まあね。ちょっと鬱陶しかったけど。あはは。ごめん。テロリストとしてね。セルンに反逆したの。 君はさ私が所属してたレジスタンスの設立メンバーの一人だったんだよ私の父さんと同じくねくだらない世界に自由を取り戻そうとする勇敢で立派な志だと思うけどだから私は会ったことないって言ったでしょうん君はさセルンに殺されたの 2025年にもっと早く教えとくべきだったかも。わかるでしょ未来を変えないとさ、君はあと15年で死んじゃうんだ。シーナ・マユリも助からない。君も助からない。マキセ・クリスは無理やりセルンに協力させられてる。ラボメンはみんな不幸になってるんだ。えっと、彼の名前は聞いたことないな。 ウィザード級ハッカーの伝説っていうのはちらっと聞いたことがあるけどね。そもそもウィザード級ってどういう意味なのかすら知らないけど。とにかくさ、君たちだけを見れば、こんな未来ってないよね。だからなおさら、私が IBN5100 を手に入れてきて、未来を変えなきゃって思ってる。この時代に来るまでは、君たちは遠い存在だったけど、今では、 仲間だしさ、なんとかしたいんだ。<laughs> サンキュー。橋田イってすごいね。タイムマシンさ、突貫工事とはいえ、うまくすると明日には直せるかもって。見た目は不節制そうで冴えない感じなのにね。うん。考えを改める。あのさ、今言わないと、機会を永遠に逃しちゃいそうだから言うけど、私さ、君たちには、 本当に感謝してるんだ。初めてこの時代に来た時、私の知ってる人は誰もいなくて、戦ってばっかりだった私の時代とは全然違ってて、この時代の方がすごく平和なのにさ、なんだか私にとってはすごく怖かった。でもさ、今こうして自分の全てをさらせる友達、 うん。仲間ができた。私が生まれる前に生きていた人たちと出会えて、私のためなんかに、みんな頑張ってくれてる。それって、とっても奇妙で、だけど、とっても嬉しいんだよね。その気持ちは、本当だから、この時代に来ることができて、君たちと同じ時間を過ごせて、私。 本当に楽しかった。っていうか、君たち、みんな揃いも揃って画が強くて、癖があって、色々と濃すぎて、最初は、なんだこいつらなんて思ってたけどさ。いつの間にか、君たちといる時間が楽しくなってたよ。2036年はさ、とっても平和で、喧嘩すら起きないんだ。知ってた <laughs> そっか。ごめん。とにかくさ、喧嘩すら起きない。およそ争いって名のつくものは、ミクロなものからマクロなものまで、ぜーんぶ消えちゃった。その代わり、みんな死んだ魚みたいな目をしてた。誰も覇気がなくて、歩く足は、ズリズリってすり足で。笑いはするけど、怒ったり悲しんだりはしなくて、個性なんて。 誰も持ってなかった。みんなロボットみたいだった。この前、君が私にすごく怒ったでしょあの時さ、すごくびっくりして、すごくショックだったんだけど、同時に、すごく、嬉しくなったんだよ。<laughs> 確かに、君のラボに出入りしてるみんなは、生き生きしてて、 すごく眩しい。シーナ・マユリも、ハシダ・イタルも、マキセ・クリスも。それに、君も、私も、みんなみたいになりたいって思ったよ。そう言ってもらえると、嬉しいかも。こうして頑張れてるのも、君たちと会えたおかげ、ほんのちょっとでも、ラボ面の一員になれて、よかった。ほんのちょっとの間でも、 君たちと一緒にいられて、よかった。岡部林太郎。きっと、未来を変えてね。今みたいな、自由な世界に変えて。うん。サンキュー。タイムリープマシーンか。未来の記憶を思い出させるっていうのは、面白いよね。空想とか、もしかしてっていう推測とか。 あと、直感、デジャブ、そういうのってさ、実際には未来の記憶を思い出してるのかもしれないかもって、ちょっと思っちゃった。2036年時点だと、記憶は世界戦艦の自分との情報伝達手段かもしれないって説も、セルンの研究者から出てるんだ。それと似たようなものなのかも。意識って、 形として存在してるわけじゃないのが厄介だよね。魂も同じ。結局は宗教観に行き着く。2036年でもさ、魂の存在は証明されてないし、意識を形として証明した人はいないんだ。違うよ。未来は確定してる。世界線が変動してたから。岡部林太郎が過去へ飛んで、本来とは別の行動を取ったことで、ダイバージェンスがわずかだけど上下したはずだよ。でもその変動は、 ダイバージェンスメーターで言うと、0.00001% 00程度の誤差でしかないわけ。ちょっとしたことの場合、全く誤差が発生しない場合だってある。原因が変化することでさ、結果が、すでに同時に存在している別の世界線へと変わっただけなの。しかも、その二つの世界線は近似値だから、変化なんてほとんど感じられないはず。変わる前の世界線は、消滅したわけじゃなくてさ、 可能性世界線として、同時に存在し続けるんだよ。いずれにしても、パラレルワールドじゃない。そういうことになるのかな橋田至るってすごいね。タイムマシンさ、突貫工事とはいえ、うまくすると明日には直せるかもって。見た目は不節制そうで冴えない感じなのにね。あの、さ。今言わないと、機械を永遠に逃しちゃいそうだから言うけど。聞いてる私さ、 君たちには本当に感謝してるんだ。初めてこの時代に来た時、私の知ってる人は誰もいなくて。戦ってばっかりだった私の時代とは全然違ってて。この時代の方がすごく平和なのにさ、なんだか私にとってはすごく怖かった。でもさ、今こうして自分の全てをさらせる友達。ううん。 仲間ができた。私が生まれる前に生きていた人たちと出会えて、私のためなんかにみんな頑張ってくれてる。それって、とっても奇妙で、だけど、とっても嬉しいんだよね。その気持ちは、本当だから。この時代に来ることができて、君たちと同じ時間を過ごせて。私、本当に楽しかった。っていうか、 君たちみんな揃いも揃って我が,が強くて癖があって色々いろいろと濃すぎて最初はなんだこいつらなんて思ってたけどさいつの間にか君たちといる時間が楽しくなってたよ2036年はさとっても平和で喧嘩すら起きないんだ知ってたとにかくさ喧嘩すら起きない およそ争いって名のつくものは、ミクロなものからマクロなものまで、全部消えちゃった。その代わり、みんな死んだ魚みたいな目をしてた。誰も覇気がなくて、歩く足はズリズリってすり足で、笑いはするけど、怒ったり悲しんだりはしなくて、個性なんて誰も持ってなかった。みんなロボットみたいだった。この前、 君が私にすごく怒ったでしょあの時、すごくびっくりして、すごくショックだったんだけど、同時に、すごく、嬉しくなったんだよ。君のラバに出入りしてるみんなは、生き生きしてて、すごく眩しい。シーナ・マユリも、ハシダ・イタルも、マキセ・クリスも、それに、 君も、私も、みんなみたいになりたいって思ったよ。こうして頑張れてるのも、君たちと会えたおかげ、ほんのちょっとでも、ラボメンの一員になれて、よかった。ほんのちょっとの間でも、君たちと一緒にいられて、よかった、岡部林太郎。きっと、未来を変えてね。 今みたいな、自由な世界に変えて。ん<お>どういうこともしかして、橋田イるから聞いたたく、誰にも言うなって念を押しといたのに。どうもこうもないよ。私は、行かなきゃいけないんだ。それが私が選んだ道だし、父さんの意志でもある。無視する。アットチャンネルでも言われた。私だけの考えで、何億人にも影響を与えるような、 過去改変を行うとは何様だってね。でもさ、あんな未来には、なってほしくないから。私は、君たちみたいに、自由で、笑い合って、時には喧嘩もして、争いがあって悲しい時もある。そんな人生を、私が生まれた時代の人たちに送ってもらいたいし、未来を変えれば、きっと、父さんも、 シーナ・マユリも、君も、セルンに殺されること、なくなるだろうから。エゴかもしれないけど。私は行く。何言ってんの ?70 年代だって悪くないよ。そこでまた、君たちみたいな愉快な友達を作って、自由に生きていくよ。<laughs> みんな、本当にサンキューね。なんてお礼を言っていいやら、そうだ。これ、岡部凛太郎。 これあげるよ。あのラボの片隅にでもいいからさ。置いといて。<laughs> なんか、そういう使い方してもらえると、あたしとしては照れちゃうな。うん。そうする。とかうん。そもそもあたしの父さん、こんなに太ってなかったよ。え、ほんとに小さすぎて。 よくわかんないけどそういうことか父さんからそのオフ会の話を聞いたことがあって子供の頃のことだからうろ覚えだったけどとにかく行けば会えるかなって思ったんだうーんどうかなその時点では橋田イタルを父さんだとは認識できなかったかも FG204 セカンドエディションバージョン2.31だ はじゃれな、なんで橋台たる、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 橋台たる。父さん。父さん。私来たよ。父さんに会うために。父さんが作った、タイムマシンに乗って。父さんのやろうとしていたこと。私が、絶対やり遂げるから。だから。 見ててほしい。あはは。それは内緒にしとく。さあてと。これでこの世界線への未練は綺麗さっぱり断ち切れたから。そろそろ、行くよ。私は大丈夫。きっと、IBN5100 を手に入れてみせるから。未来を変えるのは、君たちにかかってる。私は、荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして、 君たちに責任を持って託すからお願い未来を変えてほしいそれじゃ35年後に会おうねあ君たちにとっては数時間後か <laughs> 岡部林太郎様お久しぶりですあまね鈴葉です橋田ターの娘ですあなたにとってはつい 数時間前以来のことかもしれない。今は、西暦2000年の6月13日です。これをあなたが読んでいる、だいたい10年前ということになります。結論だけ書く。失敗した。失敗した。

6月14日ですこれをあなたが読んでいる大体9年前10年前になります失敗した私が私だということを思い出したのはほんの1年前だった恐怖の大王が落ちるとか言われてた日バカだバカだ何が恐怖の大王だどうせなら落ちてくれればよかった私はこの24年間 記憶を失っていた。覚えていたのは名前ぐらいだった。思い出したのは、ほんの一年前だった。恐怖の大王が落ちると言われて、落ちなかった日。恐怖の大王なんてどこにもいないけど、私は死にたい。修理が完全じゃなかった。タイムマシンは不具合があった。私は、1975年に飛んだ時、何も覚えていなかった。 それを今になって思い出すあたしは真っ白でどうしたらいいか分からず施設に保護された今は一人暮らしをしているけどそれは橋田鈴というまっさらな人間として普通に生活してきただけであまね鈴葉としての使命は完全に忘れていて去年思い出した。失敗した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  私は失敗何が原因なのタイムトラベルはうまくいかなかった。父さんの修理が完全じゃなかったんだ。でも父さんは悪くない。私が悪いんだ。まっすぐ1975年へ飛んでいればよかった。2010年に寄り道するべきじゃなかった。わがままを言ってる場合じゃなかった。これじゃ未来は変わらない。IBN5100 は、手には入れられなかった。ごめん。ごめんね。 私は何のためにこの年まで生きてきたんだろう使命を忘れてただのうのうと生きてきた。こんな人生何の意味もない,意味ない。意味がない。意味がない。意味がない。思い出さなければよかった。思い出せてよかった。君に謝ることができてよかった。許して。許して、ね。 許して、許して、許して、許して。私の計画は狂ってしまった。その原因を、この一年考え続けていた。そして、わかった。あたしが1975年へ飛ぶのを、一日でもためらわなければ、こんなことにはならなかった。岡部凛太郎、君は、あのタイムマシンオフ会の後、1975年へ飛ぼうとしたあたしを引き止めた。 それはとても嬉しかったけど。でも、そこで引き止めたのは失敗だったんだ。私はあの日、飛ばなければならなかったんだ。あの日を逃したらダメだったんだ。引き止められたから、その夜に雷雨があって、タイムマシンが壊れてしまったんだ。もしも、時間を戻せるなら。あの日の私を、引き止めないようにしてほしい。 そうすれば私は、君たちに、IBN5100 を届けられる。使命を、果たせる。私は、使命を果たしたい。父さんと、約束したから、父さんの、意志だから、私の未来を、変えたいから、ごめん、ごめん、ごめん。こんな人生は、 無意味だったほんのちょっとの間でも君たちと一緒にいられてよかった父さんのやろうとしていたこと私が絶対やり遂げるからそれじゃあ35年後に会いましょうあ <laughs> たちにとっては数時間後か <laughs> お願い未来を変えてほしい 景色だなー出発するまではさただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね。人間って。だらしないなーそんなんじゃ生き残れないよ。ビッグサイト、生で見られて感動 !2036 年にはさビッグサイトってなくなっちゃってるんだよね。より大規模な埋め立て計画の一環で、もっと大きなイベント会場がゴロゴロしてる。 ドームだって、あの辺に移転してきてるし。でもさ、さっき橋田イタルが言ってたけど、ここって、聖地扱いされてるんだよね。コミマっていう、すごいイベントがあるんでしょ私の母さんも、そのイベントに参加してて、そこで父さんと会ったんだって話してくれたよ。だからさ、ずっと見たかったんだよね。ありがとう、岡部ン太郎。ちょっとだけ、父さんに近づけた気がする。ほら、呼んでる。 行こうよ。私もお腹空いちゃった。いい景色だなぁ。出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね。人間って。だらしないなそんなんじゃ生き残れないよ。怪我はない岡部林太郎。顔色、悪いよ。岡部林太郎やっぱ具合悪いんじゃない 休む岡部林太郎どこ行くのいい景色だな出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね。人間って。だらしないなそんなんじゃ生き残れないよ。うん、怪我はない<笑><笑>あのさ、あるテレビ記者が、雪の街に取材に来て、 そこで時間の連鎖に絡め取られちゃうって映画なかったっけ恋はデジャビューだったかな私にとってはすごく古い映画なんだけど、私がいた2036年ではさ、セルンの検閲があって、新しい映画はどれもこれもつまんないんだよね。だから古い映画ばっか見てた。恋はデジャビューもそのうちの一本。あの映画、私は納得いってないんだよね。だって、 主人公が特に何かしたわけでもないのにさ。時間の無限ループは、綺麗さっぱりなくなっちゃうじゃんで、主人公は全人になってハッピーエンド。なんかイマイチな脚本だった。今の君。ううん。今の私たち、映画と同じ状況に置かれてるんじゃないなんとか言いなよ。岡部林太郎、君はこの世界を、知ってる。 そうでしょ私はこのビッグサイトを今初めて見た。でも、私がビッグサイトを見たのはこれが初めてじゃない。私たたちは前にもここに来たんでしょ君は何度も今日という日を経験してるんでしょ一体何度目なの答えて今の君さ、死んだような目をしてる。わかるんだ。その目。 私がいた2036年の人たちと同じだから岡部林太郎私を見て心を殺さないでマキセクリスが完成させた、完成させる予定のタイムリープマシン。それを使って、君は何度もこの時間をループしてる。そうだよね。なんでこんなこと。君は何から逃げてるのそれは、 私が1975年へ飛べば解決されることで。え、何をそれは君の主観だよ世界は君に関係なく、未来へと続いていくの君がこの2日間を何千回、何万回ループさせたって、シーナ・マユリが死ぬことに変わりはない根本的解決にはならないいつまでもこのループを続けるつもり何が受け入れたなの 自分がおかしくなり始めてることに気づいてないの時間の止まった世界で、このまま生きていくことに耐えられるの君はこの輪を、永遠に終わらせることはできないんだよ。肉体的には死ぬことはない。でも、岡部林太郎、君の心は死に始めてる。<laughs> 私は、首を吊って死ぬって、ほんと ?IBN5100 を、 手に入れるのを失敗するのも。<laughs> ねえ。岡部林太郎。だったら、一緒に行く。一緒に行くかって聞いたの。1975年へ。私が失敗しないように、助けてもらう。あるいは、未来を変えるための別の方法を探す。世界線は、もしかするととんでもない方向へ分岐するかもしれない。あるいは、 君の知ってるる世界じゃなくななくかもしれないしれいみんながラボメンとして君の仲間になるかどうかもわからなくなるしそもそも椎名真由里も橋田イタルもマキセ・クリスも生まれないかもしれない生まれたとしても違う名前を付けられるかもしれないでも1975年なら2010年のアトラクタフィールド大分岐に到達するまで35年もあるどうやればいいのかわからないけど 世界線を変えるための準備期間はたっぷりできるよ。それでもいいなら、一緒に行かないうん。本音は、誰かに一緒に来てほしいんだ。私は、失敗するとわかっているのに、飛ぶのは嫌だよ。それこそ犬死にだもん。だから、一緒に来て、私を助けて。それに、今の君を見てられない。 君をこのループから助け出したい。このループを続けて、心が擦り切れるのを待つ。それは来るはずのない終わりで、その終わりが来ればさ、また時間は動き出すんだよ。君の心が完全に死んだ時、シーナ・マユリは、予定通りに死ぬ。私は予定通りに失敗し、首を吊る。君は、 看板に自殺をしようとしてるだけ。そんなことするぐらいなら、一緒に来て。私を、助けて。サンキュー。ごめん。ずっと、気づいてあげられなくて。何度も言うようだけどさ、タイムマシンは一方通行なんだ。行ったら、戻ってくることはできないよ。それでも、 一緒に行ってくれる私が記憶を取り戻したのは、24年後、だったよね。でも、今回は君がいる。何かが変わるかもしれない。じゃあ、降りる私は、降りない。みんなには、なんて説明したのなんかさ、駆け落ちするみたいだね。うん。<laughs> 行こう。 メーターの数値が1%を超えたとき、君はベータ世界線にたどり着いたことになる。世界の構造はより糸みたいなものなの。いくつもの可能性世界線が重ね合わせの状態になってて、常に無限個に枝分かれしてってるわけ。メーターの数値が1%を超えたとき、君はベータ世界線にたどり着いたことになる。 アトラクタフィールドアルファの範囲外、ベータ世界線へ到達すれば、収束する結果も変わる。そう。1%を突破さえできたら、シーナ・マユリは、助けられるっていうこと。未来を変えるのは、君たちにかかってる。私は、荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして、 君たちに責任を持って託すから。お願い。未来を、変えてほしい。<laughs> 岡部、林太郎質問に答えて。君が、岡部林太郎私は2036年から来たタイムトラベラー。オカリンおじさんに頼みがあるの。この世界線の未来では、第三次世界大戦が起きちゃうんだ。 それを回避するために、私に協力して、過去を変えてお願い父さんは黙っててそうだよ。2036年から1975年。2000年を経由して、そうじゃなきゃ、タイムマシンとは呼べないじゃん。違う未来。セルンって何、何ディストピアそう。その戦争で、人類の総人口は、 10億人まで減ったの。核兵器が使われてね。かつての冷戦構造にそっくりだった。きっかけはタイムマシン。EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから収集がつかなくなった。世界を滑る可能性を持つ夢の装置。それを手に入れることは、過去から未来までを全て手中に収めるっていうことになるわけだから。2036年には、 戦争は終結してるけど、地球はボロボロ。もうさ、人がまともに住める世界じゃないんだ。今が未来への大きな分岐点で、だったらわかるでしょこのままじゃ57億人が死ぬんだよ戦争が終わったって何も残ってない世界に私たち放り出されるんだよあんなひどい世界を変えるために、私はここに来たの。そして、 過去を変えるためには、オカリンおじさんの協力が。<laughs> つまり、おじさんは、別のアトラクタフィールドにいたってことすごい。それが例の、リーディング・シュタイナーなんだね。父さんから聞いてる。それに私も、オカリンおじさんとは会ったことがあるんだ。未来でね、そっか。そしてそっちのアトラクタフィールドでも。 私は同じように、2010年に来たんだね。オカリンおじさん。今、おじさんは断るって言ったけど、さっきから言ってる、そのクリスって、マキセクリスのことだよね。聞いて、おじさん。もしも、もしもだよ。この世界線の未来を変えるために必要なのが、2010年。 7月28日に亡くなったマキセ・クリスを助けること。って言ったら、私が望む世界線は、オカリンおじさんが通ってきたっていう、えっと、アルファ世界線だっけそこじゃない。目指すべきは、アトラクタフィールドの狭間どのアトラクタフィールドからも、一切干渉を受けない。たった一つの世界線。通称、シュタインズ・ゲート。シュタインズ・ゲートはさ、 まだ誰も見たことのない未知の世界線らしいんだ。観測はされてないんだよね。だから未知なわけで。でも、シュタインズゲートのダイバージェンスは、お父さんとオカリンおじさんとで、すでに割り出されてるよ。相対値で、ここからマイナス0.081609%。そこがシュタインズゲート。そういうこと。第三次世界大戦を回避する鍵なんだよ。彼女が生きていればさ、 戦争は起きない。少なくとも、57億人も死なないんだ。えよくわかんない。私は、父さんの立てた計画通りに動いているだけ。その計画、元はオカリンおじさんが立案したらしいんだけど。だから、おじさんの計画が間違ってたら、私のやってることも意味がない。オカリンおじさんは、10年ぐらい前。 今からだと、およそ15年後、2025年に、亡くなった。だから真相はわからない。父さんはオカリンおじさんの意思を継いで、この計画を実行するために、たった一人でタイムマシンを作り上げた。オカリンおじさん、その世界線、シュタインズゲートは、未知っていうぐらいだから、どんな未来が待っているのか、 誰も知らない。もしかしたら、第三次世界大戦が終結した後で、ディストピアが構築されるかもしれない。もしかしたら、マキセ・クリスは、オカリンおじさんが助けた二日後とかに死んじゃうかもしれない。もしかしたら、オカリンおじさんは、2025年じゃなくて、一週間後に死んじゃうかもしれない。でも同時に、もしかしたら、 2036年になるまで、第三次世界大戦も起きないし、ディストピアも構築されないかもしれない。マキセクリスも、他の誰も死なないかもしれない。素晴らしい未来が待っているかもしれない。私がいた2036年でもなく、アルファ世界戦の私がいた2036年でもなくなるのは確か、先は見えない。完全な道、それでも行ってくれるなら、 それでも、私と一緒に、7月28日へ飛んでくれるなら、この手を、握って。ありがとう。オカリンおじさん。じゃあ、乗ってもちろん私の父さんが作った、最高傑作なんだからさ、当然だって携帯、持っていかない方がいい。混戦するから、ハッチ閉めて。時間は、これぐらいでいいかな。このタイムマシンって、 場所移動ができないの。例えばここ。つまりラジカンの屋上からタイムトラベルを開始した場合、どの時間へ飛んでも、ラジカン屋上の座標にしか到着しないんだ。まあ、本当はもっと色々複雑な計算してんだけど、今は説明しない。とにかくそういうことなんで、発表会の前日に飛ぶこともできるけどさ、そのせいで騒ぎになって、発表会中止とかになっちゃまずいでしょ だから、むしろ時間ギリギリの方がいい。おじさんって、タイムトラベルは初体験だっけああ。それ書いたの。私そう。2000年に飛んだ時に。あんまびっくりしないんだね。改めて、このミッションについて説明するね。向こうに着いたら、のんびり話してる時間はないはずだからさ。目的は、マキセ・クリスの死の回避。言ったでしょ その日は分岐点なの。マキセ・クリスの死の可能性は、大雑把に計算して50%なんだよ。起きるかもしれない。うん。多分起きる。でもきっと、抜け道があるはず。その抜け道こそが、シュタインズゲートの入り口なの。それと、一つ忠告を。 ドクター中鉢には気をつけて。私のいた2036年では、第三次世界大戦が起きたって言ったよね。その原因をたどっていくと、中鉢論文に行き着く。ドクター中鉢が書いたっていう、タイムマシンに関する文書なんだけど、一部に嘘は混ぜておいたから、私が書き込んだ時は、あんまり相手にされなかったんだけど、まさか10年経って再評価されるとはね。 私の書いた理論をもとに、独自の考えを加えたみたい。その完成度は、とても高いらしいんだ。とにかく、ドクター・中鉢は、マキセ・クリスの殺された会場にいたんだよね。だから、彼には注意しといて。彼もまた、世界線を大きく変えるキーマンのはず。じゃあ、行くよ。 シートベルトを閉めて、揺れはほとんどないよ。たった3週間だから、ものの2、3分で行けるはず。最初に1975年へ飛んだ時なんかさ、6時間ぐらいかかって、暇で暇でしょうがなかったよ。実はそんなに燃料はなかったりするんだよね。もともと入れておいた燃料はギリギリだから。2036年に帰る分の燃料もなかったり。つまり、 世界線を変えられなかったら、私はこの時代に残るしかないんだあ。あ、でも心配しなくてもいいよ。まだ2回ぐらいなら可能だから、帰る予定はないんだよね。シュタインズゲートへ行けたら、この時代にタイムトラベルしてくる理由はなくなるでしょ因果が再構成されるんだ。ここにいる私は消滅して、きっと、2036年で、 平和に暮らしてるはずだよ。というわけで、オカリンおじさんの頑張り次第、着いたよ。オカリンおじさんは、マキセ・クリスをマークして、殺されるのを阻止して、サポートに回る。それと、携帯を取り上げた理由と関係するけど、ここには、7月28日現在のオカリンおじさんもいる。今、世界に、岡部・林太郎は二人いることになるの。いい 自分自身との接触は絶対避けて。深刻なタイムパラドックスが発生する可能性があるから。あれは、単なるフェイク情報。じゃあ、状況開始。終わったら、このタイムマシン前に集合ね。それと、一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて、e、EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから、 収集がつかなくなった。オカリオおじさん立っておじさんしっかりしておじさん今すぐここを離れないと、人が来ちゃう <laughs> とにかく、戻らなきゃおじさん、まだ諦めちゃダメ大丈夫だから、きっと大丈夫だからしっかり捕まってて。大丈夫。怪我してるわけじゃないよ。無駄じゃ、ないよ。聞いた通りだ。 本当に、届いた。見ろって書いてあるじゃん。何かを伝えたいんだよ。ごめん。ちゃんと説明しなくて。ごめん。でもさ、どうしても、オカリンおじさんには一度、マキセ・クリスの命を救うのを、失敗してもらわなくちゃいけなかったんだ。騙したわけじゃない。段取りとして、必要なことらしいの。 そう指示された。オカリンおじさんに、辛い思いさせちゃったことは、謝る。その必要はないよ。聞けばわかる。その携帯に、もうすでに、入ってるはずだよ。2025年の、オカリンおじさん自身からの伝言が、ムービーメール。その携帯に、受信してるよね。今なら、マキセ・クリスの命を救うのに、一度失敗した。 今なら見ることができるはずだよ。今は関係ないよ。あの日、7月28日のオカリンおじさんが何を観測したかが問題なの。それと、中鉢論文をこの世から葬り去らないといけない。できるバイト戦士それは何サイリウムセーバーわ、すごーい。 一体何を狙って作ったのか、さっぱりわかんないけど。やろうとしてることはわかった。その血のりを、マキセ・クリスの血に見せかけるんだね。オカリンおじさん。もう一度、あの日へ飛ぼう。7月28日へ。タイムマシンの燃料は、あと一回往復する分しか残ってない。残るチャンスは、ただ一度だっていうこと。いけるこのミッションには。 未来の運命もかかってる。頼むよ。おじさん。オカリおじさんその傷、何やってんの何やってんのよバカ、よりによってこんな、失敗するなんて。おじさん、床血だまりが。でも、これじゃおじさんが死んじゃうよ。おじさん、おじさん、無茶しすぎだよ。 バカにも程がある喋らないですぐに戻るから、8月21日に戻るから、なんとか G に耐えてね。ああ、くそ。せめて応急手当ができたらよかったんだけど、これにはそんなの乗せてないんだよ。ねえ、おじさん。この先にはさ、きっとシュタインズゲートが待ってる。私もおじさんも、 誰も知らない世界が待ってる。おじさんは生きていて。マキセ・クリスも生きていて。シーナ・マユリも生きていて。私は、2010年にタイムトラベルしてくることはなくて、第三次世界大戦が起きるかどうかはわかんない世界線だけど、セルンのディストピアが構築されるかどうかわかんない世界線だけど、未来にはさ、 希望が満ちてるって信じられるような世界が。待ってるよ。そこに到達したら、きっと私は消える。一緒に、シュタインズゲートにたどり着いたことをお祝いすることは、できないはずだから、ここで、お礼を言っておくよ。ありがとう。おじさん、 死なないで。生きて、でさ。きっと7年後に。会おうね。そこに到達したら、きっと私は消える。一緒に、シュタインズゲートにたどり着いたことをお祝いすることは、 できないはずだから、ここで、お礼を言っておくよ。ありがとう。おじさん、死なないで、生きて、でさ、きっと7年後に、会おうね。